はいエイジングサポートの李久琴川です4月14日21時定期ライブの告知動画になりますゲストは横山恵里子さん籠井さんなんですね本門診療の医療法人にお勧めの時に出会いました非常に前向きで笑顔が素敵な方でしたしばらくちょっとご縁が続いてなかったんですが共通の知り合いで出会うことができてこの間打ち合わせをしたんですが今何をしているのというお話を 聞くとですね、看護師さんを対象としたまあ、ご結婚の縁を結ぶそういうお仕事をされているということです。それとその看護師さんの人生をサポートしたいということですね。いろんな看護師さんに私もお会いする機会が多いんですが、看護師としてお仕事を自分で立ち上げていくときになかなか仕事の幅が広がらない訪問看護ステーションくらい看護師としてできるお仕事というのは非常にこう限定されてくるわけですね。ただし看護師の経験だとか 経歴技術を持って違うような取り組みをすることによって看護師の仕事っていうのは非常に幅が広がるんじゃないかなというふうに日頃感じていたところにそういう生活をサポートしたいというふうに横山さんもおっしゃってそういうことを実際結婚からその先に向けてですね幅広い仕事に広げていこうとしています。彼彼女女ののプロフィールも非常に興味深いいととここころでしてて今がが考えていることがこれからの超高齢社会 あるいは看護師、女性の方の仕事のやり方、あるいは人生を豊かにする方法として非常に興味があるので、ゲストとして登壇していただくことにしました。今日の21時、横浜恵里子さんがゲストです。ご参加お待ちしています。たくさんのコメントもどうぞよろしくお願いいたします。21時にお会いしたいと思います。また後ほど。